はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、僕はただ話す動画になりますので、えー、もし聞いていただけるという方もう耳だけでも全然いいのでよろしくお願いいたします。で今日のトピックなんですけれども、えー、ちょっと意外かもしれませんが、空売りの勧めというものをしていきたいと思います。でどういうことかというと、えー、皆さんが空売りをするときに、えー、使うものといえばですね、先物だったりとか、まあ、あとはマ、えージント引みたいなものがあるかと思うんですけれども、なぜ あえてこのタイミングで空売りを進めるのかというといくつかポイントがあるんですがまず一つはですね日本人のトレーダーもしくは個人のトレーダーというものは基本的にはほぼほぼロングを使っているというかロングの取引しないというのがあるんですね。なので下落マーケットだろうが、まあ、何だろうが基本的にはロングをしていると。 でこれは別に悪いことでは正直ないと思います。なので、これを否定するというものではないんですけれども、まあ、やはりマーケットが大きく下落をしているタイミング、もしくは今後、ベッドが利上げをもう始めてますけれども、まあ、始めるよっていうタイミングだったりとか、まあ、あとはやっぱり何かしら大きな下落が来るんじゃないかっていうような不安をですね、マーケットが持っている時、もしくはご自身が持っている時なんかに関しては、ロングをただ持っているというだけでは、 やっぱり当然ののとく自分の資産を減らしてしてまうわけなんですよねなのでやっぱりそういったタイミングで自分のポジションを守るという意味でヘッジという意味でですねカラオリを使ってみるというのは非常に有効なもしくは重要なことなんではないかなと思ったので今日はそれについてお話をしていきたいと思いますで皆さんに、まあ、そもそも考え勘違いしないでいただきたいのは、まあ、別にこれが悪いというわけじゃないんですけれども 例えば今大きな下落マーケットするかもしれないので何もポジションを持っていない中空売りをするっていうのはちょっと危険だなと正直思っていますというのもやっぱり空売りとっていうのは自分が売ったところからゼロまでその価格がゼロに落ちるまでの分しか利益というのは出ないんですねなので自分が原資として投入したもしくはレバレッジをかけて売った 金額がマックスの上限になります。逆の言い方をすると、もしロングで入った場合は、まあ上がればですけれども、無限の利益が可能性としてはありますよね。なので、費用対効果としてカラオリティは常にロングと比較して悪いというのは、大前提としては覚えておいていただきたいです。あとはですね、例えば株式マーケットでなんですけれども、基本的には 利益だったりとか企業の成長率、もしくはその GDP という観点でもそうなんですけれども、成長していくという前提がありますし、あとは過去の歴史的な株価の推移というのを見てみても、例えば指数買っていれば、ずっと成長してきているわけなんですね。もちろん時によっては下がったり上がったり下がったり上がったりして、短期で見るとマイナスになる可能性はあるんですけれども、非常に長い期間で見ると、確実にこれまでの歴史的に言うと、 確実に価格が上がってきているということで、まあ、やっぱりどうしてもロングを持っている方が、かつ可能性は期間が長く,れ長くなれば長くなるほど高いというのはあります。なので、基本的にはロングの戦略は僕もいいと思いますし、僕も基本的にはロングの戦略を取りますと。ただし、その一方で、やはりリセッションだったりとか、マーケットの何かしらの理由での下落、クラッシュみたいなものは定期的に来ると。 でそうなってきたときに、じゃあ我々が、もしくはプロフェッショナルの投資家も何ができるかっていうと、自分が持っているポジションを売却してリスクを減らす、もしくは利益確定をする、もしくはまあ損失の確定をするというものがありますね。もしくはそれとは別に、先物だったりとか、まあオプションでもいいんですけれども、何かしらマーケットが下落することによって利益を得られるポジションをもう一つ立てるというのが 大きくマーケットが下落する中で資産が目減りするリスクをですね減らす方法かと思います。で、基本的にはロングをしていった方がいいんですけれどもその中でなぜあえて空売りを今回進めという形で皆さんにお話をするかというとやっぱりですね、この空売りに関しては慣れてないということもあるので、まあ、結構怖かったりとかあとはそもそもなぜかわかんないんですけど日本の 金融市場とか金融機関とかあとはメディアからだとレバレッジ取引みたいなものはすごい悪いもの怖いものみたいな感じで報じられることが非常に多いと思うんですねでその一方でプロの投資家に関してはまあこの空売りというかえまあショートっていうのは当然のごとくまあ使われていますと、まあ、あの毎日使っても過言ではないというふうにぐらい あのふ普通にもう当たり前のことなんですけれどもこれなぜかっていうと例えばですよ皆さんが24時間一日の中で時間がありますとでその中で当然オフィスにいて働く時間は8時間だったりとか、まあ、時によっては12時間だったりするかもしれませんが少なくとも寝ますよね寝てる間にマーケットは当然海外でガチャガチャ動いてたりとか、まあ、あとは結構よくあるのがアメリカの株式マーケットだと日本時間が まああの、普通の人が寝てる時間に結構重要なことが起こったりとか、まああとは何かしらの、あの、まあ重要事項が自分がマーケット見てない時に起こったりすることって普通にありますよね。で、そういったリスクをヘッジするために、まあ例えば僕がヘッジファウンドで働いていた場,あの場合に関しては、じゃあ日本時間のマーケットが終わったというか、じゃあ自分がオフィス出るときに、今一応マーケットでポジションを持ってますね。で、そのポジションをそのまま置いていくのは、まあ当然リスクとしても、 まあある程度怖いので、ロングのポジションを持っていたら、そのロングのポジションと、まあ、あの同じとまではいかなくても、ある程度の部分のヘッジはすると。例えばですけれども、株式マーケットのポートフォリオを100億持っていたとしましょう。であれば、じゃあ帰る前に50億分の S&P500 の先物を売っておくとか、まああと同じ分売ってもいいんですけれども、それは タイミングとか、あとはそのどれだけ自分がマーケットから離れるか、例えば旅行行ったりもする可能性もありますねで。もちろん常にマーケットは見てるんですけれども、すぐに対応できない場合もあるので、例えば100億ポートフォリオ持ってたら100億分売っておいて、値動きに関してはガチャガチャ起こってるかもしれませんが、そんなに自分のポートフォリオに変動がないような状況にしておくっていうのも当然当たり前のごとく、毎日やっているんですよ、ほとんどの投資家に関しては。 あの自分がロングしか持てないっていう投資家以外はほとんどの投資家がこういったことをあの大なり小なりやっているかと思いますなので、えー、個人投資家に関してはこういった、まあ、習慣があまり当然ないですよねなので、まあ、結構やっぱりそういった突然のマーケットの変動にやられやすい性質を持っていると思いますでこういった性質を少しでも減らすもしくは、まあ、自分がマーケット下落、まあ、今回みたいなベアマーケットみたいに入った時に 少しでもやっぱり、まあ、そういったリスクを軽減するためにも空売りというのは自分が自分の資産を守る一つの手段として、まあ、あの備えておいた方がいいんではないかと思います。これはあの資産を増やすために空売りしましょうと言っているのではなくて自分の資産を守るために皆さんが本当に汗水さらして働いて稼いだお金だったりとかこれまで貯めてずっとずっと貯めて 一生懸命これまで運用してきたり貯めたりもしくは別のビジネスをやって稼いだ本当お金を守るためにこういった可能性もあるんですよというのを改めてちょっと提言をさせていただきましたで実際に非常に空売りに関しては皆さんもおそらくご存知かと思うんですけれども簡単にできますよね皆さんも例えばこのチャンネル見てくださっている方であれば仮想通貨の ポジションを持っている方、非常に多いかと思います。株も当然持っている方も非常に多いかと思います。なので、そういったところで現物の取引で持っている、これまで守ってきた、買ってきたビットコインに対して、空売りを、まあ、どっかのタイミングでまあ入れておいたりとか、例えば、のものすごいマーケットでまあリスクイベントがあった時に、半分とか25%だけでもいいので、売っておくと、まあ、どっかのタイミングで命拾いしたなっていうのはあると思います。当然、 ヘッジなので逆にいった場合にその先物に対して損失が発生することもあるんですけれどもそれはあのポジションとしては損失を発生しているかもしれませんがもう一つ持っている現物とのポートフォリオの掛け合わせという観点で言うとまああの当然損失という形ではない場合もまあ多々あるんじゃないかなと思います。本当にここで皆さんにお伝えをしたいのは空売りしただけのポジションの 総益で見るんじゃなくて、総合的な利益全般で見ると、おそらく今のような特に今のようなマーケットであれば、しっかりと守られる時は、ま非常に多くあのあると思います。ここは本当にやっぱりあの慣れてないとというか、やっぱり大きなリターンが欲しいからビットコインやってる仮想通貨やってる資産運用してるんだよっていう人は多いかと思います。で、それは僕も非常に理解していますし、まあ、そうだと思います。 ただし、やっぱり資産運用というのは、一攫千金を狙うようなギャンブルではなくて、継続的にこの1ヶ月3年5年とかではなくて、10年20年やっていくものですよね。おそらく皆さんが、例えばビットコインで10億円稼いだとしましょう。まあ1億円でもいいんですけれども、その1億10億稼いだものっていうのは、今後もおそらく皆さんは運用していきますよね。運用っていうのは、当然株式だったりとか仮想通貨で継続的に、 運用していくというのもありますし、まあ、あとはもしかすると、まあ、そのお金で不動産を買ったりとか別物を買ったりとかすることもあるかと思うんですけれども、やっぱ何かしらの方法で皆さんの資産というのは皆さんがご自身で運用をしていくということになると思うので、やっぱりその資産を守るというその概念は非常に重要なことだと思います。はい。まああの、ちょっと当たり前のことを当たり前のようにずっと話してきたんですけれども、本当にちょっとまあ騙されたと思ってじゃないんですが、 そういったものを少しでも活用していって、それに慣れていくことで資産を守っていくようなことがですね、あの徐々に習慣づいていくんじゃないかと思いますし、あとは今はあのダウンマーケットなので、まあ、そういったことが求められることも非常にやっぱ多いかと思います。あとは上昇マーケットになっていくと、そんな必要ないんじゃないかということもですね、考えたりするかもしれませんが、まあ、本当にあの僕もありましたが、 もうこのマーケットこんな上がって自分天才じゃないかなみたいに思った瞬間に言えばマーケットって落ちるじゃないですか。なので、まあ、そういったことが自分の中で感じたタイミングで少しヘッジを入れてみるとか、まあ、あとはヘッジ入,入れなくても少し理覚してみるみたいな、まあ、そういったこともですね、まあ、徐々に習慣の中に取り入れていくことで本当に資産をまあ増やすというか守ることにつながっていくと思います。これは短期で考えるというよりも 長期でこういった考え方というか、あの、資産運用に対して取り組む姿勢みたいなものが、えーまあ、やっぱりあるといいんじゃないかな、なんていうのは僕は思っていたりもするので、まあえてこのチャンネルを、まあこの、話をですね、させていただきました。えっと、ちょっとこのチャンネルというか、この動画を撮っている段階で、この動画をですね、あの、仮想通貨の方で出そうか、株式マーケットの方で出そうかっていうのは、あまりあの考えてはなかったんですけれども、 えーまあ、とりあえずちょっと仮想通貨のチャンネル対象でまずは出そうかなと思ってます。というのはやっぱりボルティティがやっぱりもっと高いのが仮想通貨でしょうしまたやっぱり仮想通貨で非常に多く儲けたという人は聞く一方でおそらくここ最近のというかここ1年ぐらいの暴落というか下落で仮想通貨の取引をやめてしまった人っていうのも多々いると思うんですね。それはやっぱり自分のあの、まあ、僕の あのまあ、そういった空売りに対しての言及も少なかったからもあったのかなとか、まあ、やっぱりこういったことを話す人ってあまり周りにいなかったりするのかなとかやっぱりなん,なんとか爆撃とかあの送り人みたいなことが非常に、まあ、YouTube とかいろんなところを見てると、まあ、多いですけれどもそういうことそういうなんかそういうファンシーなというかワードよりもやっぱり本当に確実に。 資産を積み上げていくっていくとうことが僕はやっぱり大事かなというかまあそれが皆さんが本当に結果的に求められていることなんではないかなと思ったのであえて今回ちょっとこういうような動画を作成していましたはいまああのつらつらと話していくだけの動画ではありましたけれども、まあ、何かしら考えるきっかけになればいいかなと思いますし、まあ、これが別にその皆さんにとってためになりますよというような上から目線の話よりもやっぱり自分も今回の大きな この過去1年間ぐらい、半年ぐらいですかね、の下落の中で改めて、結構やっぱり思ったことでもありましたし、もう少し自分としても何かできたのかな、なんていうようなことも考えていたタイミングでもあったので、あえて今回このような動画を出させていただきました。今後ともですね、このチャンネル、ぜひ見ていただければ嬉しいかなと思いますし、あとは、もし周りで資産運用とか仮想通貨、興味のある方だったりとか、もしいらっしゃれば、 このチャンネルをご紹介していただければ嬉しいかなと思います。あとは今後も、あの、マーケットがいかなる状況であろうとも、このチャンネルは続けていこうと思っておりますので、応援の意味も込めて、もしよろしければチャンネル登録まだの方はしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。